ルーレットで引いたスキルの選手でガチ対決やい。ということで、なんだこれは。パンパンになってしまいました。ビートのスキルを全部この中に入れました。ただあのショータイム系のスキルは除いてって感じです。あ、特別だね。まあ、あれはあのお互いに持ってる持ってないがあるんで、うんうん、今回はもうお互いが絶対入れるスキルでやらせていただきました。全スキルだからもう40個以上、うん、そう、確か42から44種類ぐらいだったと思うんです。まあもう説明はしないので、あの個人的に知りたいって方はあのネット検索してください。いや、こんな一個一個説明してたらこれだけで動画終わっちゃうからこれ終わったら1時間ぐらいかかるぜ。じゃあネットであの先輩の動き、実写の動きと一緒にちょっと撮っといてよ。ダブルタッチはですねで、それさ説明するだけで1時間って言ったんだからさ、もうそんなにやったらもっとだって。ということで今回はこれ11回引きます、はい、このスキル持ってる選手だったらもう加えて OK。 追加スキルはなしにしよう。追加スキルはなしで、追加スキルなしで、はい、ということで早速ルーレットをいきますか。引きましょう。いきます。はい、1人目のスキルこちらです。だからこれ結構種類あるからさ、かぶったらすごいと思うんだよね。そうだね、かぶることあんまないと思う。全然見えねえ。だけどさ、これに関してはさ、これが入ってればいいから、別に全然強いやついると思うんだよね。そうだね。2人目いきます。はい。だから怖いのはやっぱゴールキーパー系の能力が、スキルが早速来ちゃった ね、重なるのが一番怖いかも。いや、もういらないんだけど。これやばいよ。あの辺だな、あの辺怖いな。怖い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 。すごい2個だぞ。 PK キッカーとか、はい、あの辺怖いな。まさかもうここで被る。さっきあんだけ被んないだろう、ね、それでインターセプト。いいよいいよ。ドン。どこだ。おお。時短。今5回か。やばいよ。今度は時空裏か。肌色怖えな。肌色あらへん。肌色付近めちゃくちゃ怖い。肌色付近やめて。いやあ、マジかよ。いや、マジで怖いぞここ。怖い。ちょっと待って、主要なスキル全然来てなくね。ワンタッチパスとか来てくれ普通に。だけどスキルで検索しやすくなったからいいよね。うん、組むのも。あ、これは大当たりですね。これはありがとうございます。はい。あれ、また被った。ちょっと待って、すごいなこれ。これ最後引きたくないな。もうとにかく PK じゃなくてキーパー系だよね。とりあえずゴールキーパー系。あとはなんとかなるでしょう。やばい。緑。危ねえ。危なかった。肌色見てたからもう終わったと思った今。よろしくお願いいたします。キーパー5個ぐらい出てるよ。はい。まあだから普段意識してつけてるやつが来たら一番最高なんだよな。まあね。チェイシング、 いいね。ただチェイシングはさ、追加スキルで結構入れてる時もあるからな。俺入れたことないかも、チェイシング追加。あ、本当に、うん、俺誰かに入れたんだよな。いいね、闘争心もいいね。さあ続いて3回目、キーパー系は1個だけでいい。でさ、闘争心はちょっとさ限られてこない。あ、限られてくるかも。バックスピンノブ、スピンノブ行きましょう。この能力って強い能力だったら能力ほど限られてくるね、うん、ポジションで。ワンタッチシュート、いいじゃん。ただキーパー系欲しいな。もうそろそろ欲しくなってきた。行きます。え、絶対1個はないでやばいから。ロングスローか、行きましょう。だからロメカルとかは多分確実に持ってんだよな。あとサントス、アレサンドロサントスね。スズクやか。エチタン悪くない、今んとこスキルは。行こう。ただキーパーが来てない。キーパー系のスキルどう。うわーん、あ、違うわ。低弾のロブ、低弾のロブか。低弾のパンとかよかったな。1個は来て、さすがに。てかさすがにというか1個だけでいいんだよ。カーブ、いいじゃん。行きます。これで9。カット組んでみないと分かんない、どういう感じなのか、ね。ライジング、おー、あと2人。キーパー系多分4個か5個くらいはキーパー系あんだよ。あー、なんか、うわ、シャペル、やばい。あ、だけどワンチャン闘争心がキーパーについてるパターンあんな。あるかもしれない。ラストいきます、ゴー。いや、ここでキーパー系引ければ一番いいんだよ。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。来た、ピンポイントクロス。いや、スキルはめちゃくちゃいいな。かぶりなしでばらけてます。おお。カット紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。フォーメーション4321ロングカウンター、シザーズが2ということで、センターフォワードメバッペ、そしてトップ下中村俊介、 PK ストッパーゴールキーパーチェフ、インターセプト右サイドバック富安、エッジターン左サイドバックテオエルナンデス、時空裏ターンボランチビエラ、高弾道パントキック、トップ下カーン。
まあそうなるわな。アクロバティッククリア、こちら2名いまして、センターバックネスタとグバルディオル、ダブルタッチボランチカンテ、そしてミドルシュート、ボランチピルロ、以上です。うわー強いね。カーン以外はだいぶ仕上がってるかな。あとカーンを補うメンバーできましたよ。もう私のスキルで獲得した選手こちらでございます。フォーメーション3133、ロンカウンター、チェイシング、センターミッドフィルダー、アレクサンダー・アーノルド、闘争心、オリバー・カーン。ここで闘争心、マジでこれなかったら終わってました。確かにこれ以外はキーパーでスキル持ってるやつなかったんで。いや奇跡じゃない。いや奇跡の闘争心でした。 でバックスピンロブ、センターバックサリバ、ワンタッチシュート、シェフチェンコ、シェフチェンコ、ロングスロー、アンドリオ・リュリガー。どうしてロングスローなんや。そうなんだよ。エッジターン、サントス・ネイマール、低弾道ロブ、ウパメカノ、コントロールカーブ、セカンドトップ、リオネル・メッシー、ライジングシュート、右サイドハーフ、モハメド・サラー、で、シャペウ、ロナジーニョ、セカンドトップ、で、最後、ピンポイントクロス、エンゴロー・カンテー。ピンポイントクロス全く使わないだろって、1、2、置くことになっちゃったんですけど。逆についてるんだっていう。てか、俺はさ、ディフェンス系のスキル引いてなさすぎて、バックスピンロブ、低弾道ロブ、ロングスローで固めるしかなかった。いやー行きますか。じゃあ行きましょうか。カーンどんな活躍するか。てか俺久しぶりにちょっとアーノルド使うから、てかあの塩感見たいんだよな。アーノルドチェイシング持ってんだ。あれまたこれできちゃった。え、あ、なんでもない、なんでもないです。あんま気にしないで。出りゃ分かるから。まあまあ。おい、そっちかい。じゃあこれ本当に申し訳ない。そっちかい。じゃあ俺控えてたんだけど。いやこれにしようかって思ったやつ一応貼っときますね。出してくれ。隣の人、陰金園、陰金幼稚園の園長です。やばいやつじゃねえかそれ。とんでもなくやばいの控えてたな。もう金玉デカオでよかったわ。ミスター、一応用意したのにな、一応用意したのにな。めちゃくちゃ手あげんじゃんか。え、てかカーンでかくね。でかいでかい。いやだってえ180。あ、まあそうか、8とか。え、すげえでかく見えたんだけど今。やんこれるぐらいでかく見えた。だキーパーだからそんな大きい方ではないと思うけど。まあそうだよね、まあ、ここにいたらびっくりした。でかっ。森島さんと同じ身長だから。いやそれはでかいわ。確かにでけえ。めっちゃでかく見える。しかもなんか厚みがある。手折れるな。いいとこ。うぅ、カーンがまさか違う場所でお互いにいるとはね。いいんだよこれ、突っ込んでくる。しかもめちゃくちゃ手上げてたからすぐ掴むんじゃないかな。あ、やばい、シュクシェンコー。危ない危ない危ない。やばい、真ん中空いてる。え、コーン。マジかよ、シュート力きた。っていうかパスやばいだろ。しかも中村俊輔のアウトスピンきたか。パスがまず通ると思わなかったわ。絶対通んないと思ってた。ここで足が前に出すよね、ディフェンダーよりも。 うわ圧力だあれ。マジかよ、絶対圧力の闇。いや絶対圧力あったよな今。多分ね、駆け引きしちゃう。いや予想外の失点だわこれ。マジで予想外の得点だよこっちは。本当にだって、どこにカーンをやるかですげえ悩んだんだから。あぶね、おい、やったぞメシー。カーン、点取った後やらかすとこだった、マジで。あぶね。刈り取られてるシーンにピックアップされてたもん。さあ、アーノルドからレバーン。おいよ、カーン。で、サリバ、サリバ強いんだよな。あのサリバは何なの。あれ早っ。シェフチェンコ。てかなんかさ、アウトスピン系のさパスってめっちゃ通んない。これもアウトスピンじゃない。ああそうだね。やばい。お、リュディガーだった。リュディガーね、前決められたからね。さあそうだ。カーンスタミナないんだけどめちゃくちゃ戻ってくるからさ、自ら削ってるんだよな。あーやばい、あ、ミスった。やばい、いいよ。いやリュリガー怖いぞ。あのリュリガーとアラウホは本当にズバ抜けてる。マジで強いんだけど。おい、オッケー。え、お、危ねえぞ。
やばい、いや、いや、止めてくるねー。いいんだけどな。ロナウジーニョ、カウンターですよ。シェフチェンコからメッシー、メッシーからサラ。やばい。シェフチェンコ、シェフチェンコ。オッケー。かなりいい位置にいるんだけど、ちょっと。確かに。中村。パス出していくかも。ウラッペから左サイド。カーン自分の役割何だと思ってんだろうな。司令塔よ完全司令塔よ。止まるのかよあいつ。いや来た、やばいやばい。いやちょっとストライカーだと思ってるかもしれない。しかもなんか体でかいからかフィジカルあんだよな。いや確かに抑えてんねん。なんかずれるんだよ。あとさ歩数違いすぎて半歩ずらしになるから。それあるかもな。なんかタイミング違うんだよな。違うなこれ。一歩クソでいいな。さあサラ、サラ。うお。オッケーナイス。せ。チェイシングとかないか。持ってない。サラどうだっけかな。このサラはついてないかも。このマッチアップどうなる。オッケーナイス。オッケー。よし。いやかわいい。あ、今度あぶねえ。シュート打つね。カーン普通にキック力あるからな。全然あれで入っちゃうぞ。おー、ナイス。うわ、パスが。おお狙ってきてる。カーンもう4本ぐらい打ってる。あ、ちなみにあのカーン、スピードに全振りしたからシュート98ぐらいだから。やば。スタミナもともと65とかだから。おお。うわ、ワンツーしてきたよ、カーン。やばい。うわ。え？来た。やばい、これ、これ、やばい、やばい、やばい、危ない、危ない、危ない。いやー。危ない、危ない。混戦してたなー。あそこは危ないんです。よし、おー、ナイス。オッケー。え？カーン？うわ、いやさあシェフチェンコ手のエルなんでさあの位置にいるんだけど。あー飛んなかった。俊介がねキラーパス連発すんだよな。ただこの俊介まだパス数値がそんなでもない。ね90ぐらい。まあ、まあ高いか。もう一個は多分めちゃくちゃ高い。きた！やばいやばい。よし。ナイス。シェイクさん。これは入っちゃうんですよ。いやこれね。これな。入っちゃうんですよね。あれ。シェフチェンコ何点決めんだよマジで。いやさすがにカーンの点だけじゃさ。ちょっと。今日のゲーム豪快がさらに出てきました。このワールドクラスが揃ったゲームなので。いや目立つわやっぱカーン。え、あ、カーンばっかり目取られた。はい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 。ムアペの方か。また中村俊輔からじゃないこれ。耐えよ。いやマジうまいよパス。うわ。しかもこの中村俊輔はスピードあるからね。うん。88ぐらい。超速い。カーン今狙いこれですか。あ、これオフサイか。あ、やばい。え、ない。危ね。今めっちゃいいパスだな。おお、いやカーンだ。じゃあさあもうワンプレーあるか。ん？チャンス。通るね。よしよしよし。いやー。打たれたな。いやー、ただやられてんな。お、マジか。いやカーンさんアシスト。マジそんな綺麗なパス出す。ナイスすぎる。てかムバッペ強えな。ムバッペいいよ。いやちょっとさすがにカーンさん裏抜けはちょっときついっす。さあ熊本これで2点差リードを広げます。熊本としては2点差ついたことで強くなって。え、うえ、おお。てか俺 A さんの新しいフォーメーションになったから全然勝ててねえんだよな。これね、これやっぱあのクリスマスバージョンで、そのまま引き続きお送りしますんで。
オリバーカーン。なんでこれは。おーい、2得点の大活躍、2得点、ね、マジかよこいついるよやっぱ嗅覚ね。いやーそこにこぼれるか。さあまずいぞ。あ、これまずい。あ、危ない。いやーダメ。あー、やべ。あー、すり抜けた。OK。 おー、危ない。早い、早い。さあ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 、早いな。じゃあ、チェックチェックを。マジかよ。いや、最短コースで行ったな。マジでカウンターじゃん、これ。ザ・カウンター。走るな、カウン、マジで。お、あ、やべ。俊介と行っちゃった。いやー。カーン。危ない。カーン積極的に狙ってくんだよ。ポジショニングいいんだよな、カーン。おお、いいよ。いいんだよね。あぶねあぶねあぶね。ガチで行こうとして。ああ、これ危ないな。ああ、惜しい。うん、くそオフサイドね。危ねえ。かなり驚異的だわ。最近エトーいないな、企画的に。そうだね、ムバッペの方がいるかもしんねえな。いい位置だけど、どう。あ、やば、全然飛ばねえ。ナイストラップ、弱かった。あ、取れねえか。お、チャンス。カンテ、あー、ナイストラップすぎる。あ、やばい。あー、98。インパクト。マジ。おい、カン、ハットトリック。こんな入る。これはすごいコース。やば。お前ハズレだと思ってたカンに、なんで一番やられなきゃなんねんだよ。いや、なんかカーンには持たせておいてもいいかなと思ったけど、逆にやばいぞあれ。やばいな、ほんと。カーンも開けちゃダメかもしれん。いや、まあ98は確かに驚異的だよな。驚異的だね。シェフチェンコの前線の守備怖いからな。取りたいんだけどな。時間も時間だしな。ちょっと早い段階で細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このパス回し、あ、結構パスね。そこでパスに。ちょっと距離ないか。いやー、やばい、これカウンターやばい。さあ人数は、お、いいよ、だいぶいるよ人数。うわ、雨か。これはまずいな。お、オッケー、オッケー。チェフのとこ行ったよ。あー、早っ。いいよ、ここ早いな。ん、あ、当たっちまった。あ、まだある。やばい。いやいや、クリアする、よかった。これオフサイない。オフサイか。よし、いけるぞ。やばいぞ。あ、ナイス、ナイス。やばい。おい、危ねえぞ今。あれ、あ、通った。危ねえ。通りそうなんだよな。さあ、ガブさん。お、あるぞ。これまずいです。いやー、厳しいな。パス前参加しちゃってんだから、この人。あいつやばすぎる。シュートすんだよな。おーい、
カーンに試合破壊されたぞマジで。完全に MVP の持ち方だよこの。俺がやってやった感出してる。マジかあいつ。驚いておりますこちら。いやまあそりゃそうだよな。まあ今後はぜひ使ってみてください。いや俺は使わねえよ。ちょっと。